はい、ひとつき万冊の清水です。今日はですね、メルトダウンまでの50年ではなくて、複雑さを生きる の復刊プロジェクトの進行状況についてお知らせしようと思います。これはですね、私がうつになる前にですね、復刊を始めて岩波書店さんから版権を買ってですね、こう進めていって、すでにたくさんの方が買っていただいているものなんですけども、去年今年ぐらいからですね、だいぶうつも良くなってきてですね、いろいろ進めています。またお待たせしている皆さん、本当に申し訳ありません。で、今ですね、この本の状況なんですけど、今日もいろんな方が買っていただいていて、非常に嬉しい、本当に嬉しい、ありがとうね、もっと買ってください。これですね、今の状況をお伝えするとですね、もう岩波書店さんからですね、版権は買い取っていて、テキストはもうあります。なので本文は大丈夫で、表紙ですね、表紙、これなんか正直ちょっとダサいよね。これかっこいいと思う？俺はあんまり思わないんだよね。安富さんも正直これダサいというふうに言っていたので、せっかくなんで、こうちょっと安富さんの絵ありますよね、安富さんの絵を使って表紙作れないかなっていうことで、今それをやっている最中です。で、表紙作るのはそんなに時間がかからないので、3月末か4月の頭ぐらいにはですね、もう印刷をスタートできると思います。で、そうすると5月の中旬、早ければ初めぐらいには印刷が完成して皆さんにお送りするということができると思います。本当にだいぶお待たせしました、申し訳ありません。でもですね、一生懸命作っています。で、おかげさまでですね、結構売れてるんですけども、今一つ懸念があるとしたらですね、コロナウイルスですね。多分印刷に関してはそんなに問題はないと思うんですけど、もしそれで遅れることがあったら随時発表したいとは思うんですが、多分大丈夫でしょう。中国で、大量に印刷して、でそれを運んでくるとかっていうほどの部数ではないので、印刷って基本的に日本国内でできますからね。で、配送も日本国内なんで、その印刷所がコロナウイルスで閉鎖とか、あるいは配送網がコロナウイルスによって一時的にダウンとかっていうふうになったら遅れてしまうかもしれないんですけども、今のところは5月の初旬中旬ぐらいで、ゴールデンウィーク明けですね、なんで中旬、かなくらいから配送を随時していきたいなというふうに思っていますので、そういうスピード感で、待っていただければなというふうに思います。で、今でもね、非常に皆さん毎日買ってくれているので、ここにですね、お振り込みをして、欲しい人は買ってほしいなというふうに思います。この本の素晴らしいところはですね、計画制御はできないとね、何か目的をつけて計画をして進んでいくっていうことはできませんっていうことが書いてですね、これの考え方でいうと、原発なんてどうせ最初から制御なんか不可能だったっていうことがわかるし、私たちの人生一つとってもですね、何か目標をきちっとつけてそれに対してきちんとやっていけばうまくいくっていう、やっぱ思い込みがあるんですよね。そこから外れると非常に楽になりますね、うまくいくと思います。なのでこの本を買う意味はそういうところにあると思いますし、でそれは買う側の一つのメリットですよね。でもう一個、社会的なイノベーションという形、価値で言うとですね、この本っていうのはですね、なんで3万3000円で売るかっていうとですね、税込み3万3000円、税抜き3万円なんですけども、どうしてこれをこんな高いのかっていうふうに言うとですね、逆なんですよね。もともと安すぎる。ね、本の価格って、安富さんの本も2200円で、これ、岩波書店から売ってたんですよ。で、別にそんな大したことない本も1000円とか2000円で売ってるじゃないですか。ね、私月1500冊読んでるので、もうクソ本もいっぱいあります。で、本ほどね、価値と価格が連動してるものないんですよ。ね、でも服とか違いますよね。例えばそうだな。はい、これよいしょ、これエルメスのネクタイです。エルメスのネクタイよいしょ、これですか、これね、エルメスのネクタイですよ。これだいたい多分2万、もうだいぶ前に買ったんで忘れましたけど、こう2万か3万かそんなもんですわ。
で、これね、私があの成金趣味に走ってた頃に買った、これステファノ・リッチのネクタイですけど、これとか確か10万ぐらいしましたよ。ね。でも使ってる布の量一緒でしょ。で、なんかわかんないけど、スーツカンパニーとか行ったらネクタイとかって、1000円とか2000円で売ってるじゃないですか。でも使ってる布の量一緒ですよ。ね。でも、金額はそれだけ違う。それはそうですよね。エルメスとスーツカンパニーのネクタイだったら用途も違えば全然違うわけですよ。ってことはそっちの方は私は価格の付け方としては正しいと思っています。ルイ・ヴィトンのカバンが ね、ルイ・ヴィトンのカバンと、ね、これと同じサイズ入るものは別にどこでも売ってると思うんですけど、別に2000円でも買えるわけですよ。でも価格は違う。それはまあでもその方が良くて、でまあいいものだから高く買うとね。でユニクロとかにはユニクロなりのいいものという価値観があって、でそれに見合った価格がついてるわけじゃないですか。別にユニクロが悪いとかじゃなくてね。でそうやって考えていった時にね、エルメスとかね、ステファノ・リッチの職人さんとかはすごく頑張ってこのデザインとか考えて作るわけですよ。ルイ・ヴィトンさんもね。でそれが使ってる布の量が一緒だから、ユニクロとかと同じ金額にしろって言われたらさ、やる気なくすでしょ、ね、これが今出版業界で起きてることなんです。日本の出版業界っていうのは再販制度っていうのがあってですね、きちんと本屋さんに並べようと思うとですね、取り次ぎを通すことになるので1冊3万円の本なんか受け取ってくれないんですよね。まあここら辺の細かい話は置いておきますけど、で今の出版の仕組みにですね載せるとですね、著者に払える印税とか1割になっちゃうわけですよ。もう少なすぎる、こうなると。なのでやっぱりそれとはそういうシステムとか仕組みとかから全く関係ないところで1冊3万円で売ると。で著者にはこの収益が出たらね、1冊1万とかそういうふうにお金が払えるようになるとですね、著者さんはですね、たった1000冊とか500冊売れるだけで、まあ何千万とか何百万とかお金が入ってくるようになるわけなんですよね。いや、そういうふうな仕組みを作っていくと、これは非常にですねプラスになるわけですよ、ね、でただしデメリットもあるんですよ。例えばこれ岩波書店2200円で売ってますけども、私これをね、例えば100部だけスローとかっていうふうに思ったらですね、なんとですね1冊あたり6000円とかになるんですよね。もう印刷代だけで6000円みたいな感じにもなるし、非常にこの配送料とかも高くなっちゃうんですけども、まあでも、でもですね、それでも手間がかかったとしても勝負数だったら高く、印刷代も高くなるかもやらないっていうのが今の出版社の判断ですよ。そうするとどん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 本の内容は薄くなっていて、たくさん売れるものの方がいいっていう形になっちゃいますよね。でそしたら本屋さんに並ぶ本っていうのは著者が自己犠牲に基づいて頑張ってる本しかなくなっちゃうわけです。いい本っていうのはだって売れないもん、そういう本。例えば宇賀谷さんのさっきのこの福島メルトダウンまでの50年とか2、3000部ぐらいしか売れてませんよ。2500か2000ぐらいだったかな。でもでそれで宇賀谷さんに入ったお金って40万とかですよ。たったものすごい安いですよね。でこれだけの7、8年取材をね、もう9年か、宇賀谷さんはずっと取材をかけてるような人が一生懸命資料を読んで現場に取材に行って40万円で、まだ普通誰もやらない。単に宇賀谷さんが自己犠牲によってこう成り立ってるだけで、安富さんの本とかもそういうところがある。安富さんはよく言ってるけど、とたまたま東大の教授だという給料がもらえてるからできてるだけだと。でもやっぱりそういう人じゃない方が多いから、高い金額で勝負数だけども著者が応援できるっていう仕組みっていうのは、まあ日本のね出版の中でいい本を残していきたいと。500部とか1000部しか売れないかもしれないけども、まあ、ちゃんと残る必要があるっていう本を残していきたいと思ってやっています。であとはまあ単純にね、すごい1冊あたりの印刷代とかも高くなっちゃうんですけども、ちゃんとそれで作った収益とか安富さんとかにね研究費として寄付もしたいし、でそういうふうに一つ一つ応援していく仕組みとして私この価格でやっていますので、応援したいという人がいたらですね、ぜひ応援してほしいなというふうに思います。もう一回出しとこう。なので、ぜひよろしくお願いします。はい、この動画日曜日の23時39分ぐらいに撮ってますけど、ダメですねこんなに働いてたら。
正直休んだ方がいいと思うんですけども、どうしても応援したくて撮りました。今日も読書。